んばんは、おぼちゃんです。まあ、前回も作りましたけどね、ソフリットを、また作って、仕込んでおこうと思います。今ねちょっと問題があってね、実は電源まで届くこの位置？そう、延長コードをよいしょ、これでいいか。何やってんだろうねよし、ブレードあれ、ちょっと待って、あれこの前俺ブレードどこやったか見たぞ。これでよかったっけ？これか、これでこれか。うん？オッケーだな。さてと、ではまずは硬いものからいこうか。いや、しかし最近はね、やっぱり夕方とか夜にかけて一雨来るね。今日も夕方ごろざっとちょっとね来て、なんか湿っぽい感じで夜を迎えてますけど、だからね、まあ部屋も窓開けてるからさ、若干湿っぽいっていうかね、そんな感じです。まあでも昼間は本当にね、まだまだ暑い。日陰はね、まあそうでもないんですけど、やっぱ直射日光は暑いね。まだまだね、本当に暑い。夜はやっぱりね、涼しくなるね。大体名古屋よりも3度4度5度ぐらい低いね、こっちは。おかげでね、寝やすいっちゃ寝やすいけど。まあとりあえず人参、さて安定のニンニクですね。ちょっと音が出ます。俺ヘラ買ったよな俺そういえば見当たらねえでやんの。やっちまったな、おい。本当に料理やる気あんのかって感じだよね。おお、いい香りだな、もう。じゃあ次はセロリを、一番好きかもしれないな、セロリは。なあ、2本ぐらい使おうか。フレッシュなセロリはやっぱり香りがいいね。ブレード、よし、このセロリは折って、ゴムベラはねえと不便なんだけどな。よし、オッケー。
さあラストは玉ねぎですね。ほんとカセットコンロは意外と火の調整が難しいですからね。若干腰にくるんだよな、この高さが。お店やってた頃はね、全部自分の高さに合わせて5センチアップしてたから、土台を楽だったんですけどね。やっぱ普通のポジションは意外と腰にくる。ちょっと低いんだよな。ほんと包丁がひっつくこれ。スプーンはいらない。はい、さああとはね、ひたすら炒めていきます。水分がなくなる感じで。お塩とかはね入ってませんので、この最初のニンニクだけですね。ニンニクとオリーブオイルだけです。そう、自分ね、エナに引っ越してから今日ね初めてクリニックってもなんかあれだよ、変な方じゃないですよ。50方がさ、ちょっとさ、まあ、ずっとね春日井にいる頃から50方になって、まあ今3、4ヶ月目ぐらいかな。で一応ね、まあほとんどなんだろう、気休めかもしれないけどさ、一応処方されてるロキソニンテープをね貼っているんですけど、まあ効いてるか効いてないか分かんないですよね、あれね。ぶっちゃけ50肩はまあね、時間が一番いい薬とか言うけどさ、ほっときゃ治るみたいなのさこと言うんだけど、まあ今日ね、まあこっち来て、せっかくだから新しいなんか病院というかさ、整形外科でも行こうかなと思って、まあ近くにあったねクリニックに行ったんですよ。でまあレントゲン撮ったりとかしてさやるんだけど、でまあここでもまあロキソニンテープかなと思ったんだけど、まあ、今までは当然これですね、ロキソニンテープだったんですけど、まあ、そこ今日行ったとこはね、あ、もうちょっと効くやつがあるから使ってみるって言われて、同じなんですよ、形はね、薄さも同じぐらいなんだけど、こういうのをね処方されまして、これはもう1日2枚までしか貼れないやつで、まあ効くらしいんですけど、まあ、実際に、ね、貼ってるんですよ。今さっき風呂上がってさ貼ったんだけどね、香りもねちょっと違って、なんかね懐かしい香りがするんだけど、ね効いてる感がある、ちょっと。うん、なんだろうな、このちょっと昔のさ、ベタベタするさ分厚い湿布テープあるじゃん、あれがなんかロキソニンの薄さになってなんかすごい効いてる感がある。だからちょっとね、だから寝る時もさ、寝返り打つとちょっと若干さ、クリティカルヒットすると目が覚めちゃうみたいなさ感じなんだけど、あ、これね、なんかねやっぱりね、うん、可動域が若干ね、ちょっと痛みのピークがね、和らいでる、これだからね、あ、これいいなと思って、ね、まあ、使ってる人いるかもしれないですけどね、ロコアテープっていうんですけどね、まあもしね、ロキソニンテープじゃどうにもならんわっていうね、もう人はね、一回ちょっと試してみたらいいかもしれません。まあ扱ってるかどうかは分からないけどね、そういうのもありますというところでね、まあ、私はいい発見でしたけどね、うん、なんかスタッフさんも綺麗な人ばっかりでね、まあ、そこはどうでもいいんですけど、あ、音がねこれ変わってきますんで、今なんだろう、ジュージュー言ってますけどね、パチ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 ね、音が変わってきますんで、でこれは多分どうしようかな、これ多分カレーにすると思います。またキーマカレーにするか豚バラカレーにするか悩んでますけど、豚バラがねまだちょっといいのがね、値段とね、まあ断面のさあるじゃん、脂と赤身の部分のさ
こう比率っていうかさ、あれがねちょっとまだいいのが見つかってなくて、まあお店もねまだ選定中で、まあひき肉はね基本まあ私は牛と豚半々でやってますので、まあ大抵どこにでもなんとかなるんだけど、豚バラのブロックがねちょっとまだ見つかってなくて、まあ今ちょっと考えてますので、まああればやります。いや今週末ね、まあ、FZR だけじゃないんですけど、なんか80年代ミーティングっていうのかな、バイクのさ、あれがね、愛知県の上の方、なんか蓬莱あたり、まあ、こっからはそこまで遠くないんですけど、あたりでね、あるんですよね、8日、土曜日だったかな。天気がちょっとね、心配ではあるんですけど、まあ、何もなかったらちょっと行こうかなと思ってね、思っております。まあ、FZR のその、なんだろう、クラブもあるんですけど、まあ、それも何台かね、来るようなんで、まあ、俺もちょっとお仲間に会いたいなっていうね、気持ちはあるので、もしかしたらそっちのレポートをするかもしれません。音がね、ちょっとだんだん、高音成分が増えてきたね、これね。もうちょっとだね。ああ、もうよろしいですね。はい、火を止めます。1個に入る、いや入らんな、まあ2つぐらいにね、よいしょ。あとはね、1つは冷蔵庫、1つは冷凍庫に、保管しておきましょう。また作るときにはね動画あげますので、まあ暇な方は見てやってください。お疲れ様でした。アディオス。